長江広明は、日本の冒険家。三重県生まれ、愛知県育ち。1948年、三重県桑名郡長島町で生まれた。幼稚園時代を、愛知県瀬戸市で、小学生時代から名古屋で育った。青山学院大学文学部英米文学科卒業。外務省に、入省、3年半で退職。1978年4月。 コンクリート製外洋ヨットの自力建造に着手した。1981年7月13日、世界一周に向けて、親子3人と乗組員2人で、愛知県の常波港を出港した。25カ国、100の港に寄港、約6万キロメートルの航海を経て、1986年4月13日、愛知県の蒲郡港に寄港した。 イギリス、アメリカなどで名誉市民賞を受けた。チャールズ皇太子と面識があり、プライベートで招かれた。1988年、ベストファーザーイエローリボン賞を受賞した。1989年から1992年にかけて、キャンピングカーでカナダ、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカなどを回った。走行距離は約19万キロメートルになった。 1995年、名古屋市に、キャプテンズ・ダイナー、地球冒険塾事務局を開設した。また、名古屋工業大学大学院非常勤講師、テレビ、ラジオ、雑誌のレポーターを務めた。2000年、心臓弁膜症を発症したが、2002年、生体弁を移植手術して回復した。2005年、新ヨット、エリカ2号でミクロネシアを公開した。 2009年2月6日、拡張型心筋症のため死去した。去年60、竹島水族館に展示されていたエリカ号。ありがとうございます。